故郷石垣島で自分のルーツを改めて実感した三振奏者。再び挑むのは自らが掲げた大きな夢。ニューヨークで歌えてリベンジしたいと思います。何度も三振奏者を立ち上がらせてきたもの、それはドリームプロデューサーに認められたいという情熱。課題をクリアし、再びニューヨーク行きのチケットを手にすることができるのか。マールボロゴールドと共に大きな夢をかけた真剣勝負に挑む。プロジェクトイグナイトに参加してから3ヶ月、この日三振奏者義母和也は夢を叶えるための課題を与え続けたドリームプロデューサーのもとに向かう。待ち受けていたのは放送作家倉本光。新曲「龍華の種」は3ヶ月前、倉本光が発した一言から生まれた。作れよ、はよ、なんで作ってないの。もう君は負けている。これまで義母和也を突き動かしてきたのはドリームプロデューサーの厳しい言葉。これどうするつもりや。ちょっと集中する時間もあっていいですか。うん。取り出したのは祖母春さんから借りた三振。石垣島の家族への思いに全神経を集中させる。あの世とこの世をつなぐ三振の音色、今勝負の時。故郷で演奏した感覚を呼び覚ます。昔誰かが作ったアカペラから始まった。これまでとは違うパフォーマンスに倉本の視線が鋭く変化する。かき混ぜる流化そして盛り上がりとともに三振を奏でる。悲しいことも嬉しいこともかき混ぜる。今は目の前にあの世の父の姿が見える。三振よ、強く、そしてどこまでも遠くへ響け。歌の良さと三振の音の大切さみたいなことも今の構成にしてだいぶ良くなってると思うし、最後のずっと俺の目見ながら歌えてたやんか。父に向かって叫んだはずの言葉が伝わった。親父は向こうの人やからさ、向こうの人そのまま聞こえてると思うで。もう堂々とできるやろ。そして同じく義母和也を見守り続けてきた振付集団エアーマンのスタジオに向かう。届けたい相手、その一点だけをイメージしたパフォーマンス。もうブレることはない。伝わった。こもったね、魂がね、すごいね。一人お父さんっていう対象なんですけど、聴いてる人もいろんな対象に広がるような歌に聞こえてるので、それすごい。すごい、うん、あとは世界の大きなステージで三振の音色を響かせるだけだ。練習の最中、大きな夢に対してひたむきに挑む姿を見続けてきたエアーマンからサプライズがあった。エアーマンが紹介したのは仕事仲間の音楽プロデューサー緑川徹。日本の音楽シーンで活躍の場をどんどん広げている人物。これから曲のアレンジに全面協力していくことを約束した。翌日、音楽プロデューサー緑川徹のスタジオに向かう。そして3ヶ月間かけて積み上げてきた思いを伝える。沖縄をベースにしているっていうのが荒削りなだけど力強く響かした方がいいような気がするけどな。早速アレンジのための音源を録音する。期待と興奮で思わず手に力が入る。そしてステージで披露するための打ち合わせが始まる。シャウトに近いぐらいの音域でやる、はい、歌うじゃない、はい、だからエモーショナル歌い上げたいんだったらなんか最後までこうガツッと盛り上げちゃう。
では別にも C メロ足したり、うん、まあ、しなくてもいいと思うけどな。ものを何かここでは書ききれてないコンセプトがあるとかね、その歌に対する、まあ、あの、あるっていうよりはもっとあるんじゃないかっていうのはあるんですよ。もっと出てこないかっていう自分、まあ、自分のね問題なんですけど、うん、アレンジが仕上がるのは2日後。その時にプロジェクトイグナイトに参加することで得た自らの感覚を新たなメロディーとして足すことで歌を完成させるつもりだ。今プロジェクトイグナイトに参加することで得た変化を感じる。前は一人でこう全員歌ってる感じ、今はこういろんな人のものをかき混ぜたものというか合わせたものを一人に歌うっていう感じのスタンス。僕一人がっていうよりはいろんな人たちと一緒に歌ってるイメージだから、すごいこう自信を持って歌える。自信を確信に変えるもの、それは夢を形にすること。まあ、龍花の種っていうのを最後にガツンとちょっともう一回歌いたいですね。この日プロジェクトイグナイトから重要な知らせがあるという連絡が入った。待ち合わせ場所にいたのは放送作家倉本光。ニューヨークのブルーノートのステージ押さえたから。ありがとうございます。行ってこい。世界の大きなステージで三振の音色を響かせる。用意されたステージは多くの世界的アーティストを輩出するジャズクラブブルーノート。本番は6日後。立ち止まる瞬間は与えられていない。新しく歌詞入れたいって言ったら厳しかったりします。動かないで歌ってもらっていいですか。お父さんに向かって歌うっていうのをすごくどんどん思いっきり語り継がれる歌にしてください。